どうも皆さんこんにちは、ケージチャンネルです。ついに発売されましたファイナルファンタジー7リバース、私もですねプレイさせていただいておりまして、11時間ぐらいぶっ通しでプレイしました。面白くてやめ時がありませんでした。めちゃめちゃずっとプレイしちゃったよ。オリジナル版のファイナルファンタジー7ね、確か9時間ぐらいぶっ通しでね、発売日にプレイしてたんですけれども、それを超えてしまいましたね。まあおかげさまでですね、最初のエリアをコンプリートすることができました。いやそうなんだよね、今回のファイナルファンタジー7リバースってオープンワールドで結構自由に探索できるゲームパートがあって、めちゃめちゃ多分ボリュームあると思うんですよ。11時間プレイしたのにまだ最初の街の近辺にいます私。ということで今日は私がその最初の11時間のプレイで感じた、すっげー楽しいなここっていうところをざっくりとねプレイのご紹介を踏まえながら、動画にしていきたいと思います。ストーリーネタバレは一切行いません。なのでメインストーリーのお話とか一切ありません。そこはもう皆さんご自身で楽しんでみてください。ぜひ購入を迷っている方の参考にしつつも、今現在遊んでる方もちょっと一緒になんか共感していただけるような感じの動画になっていければいいかななんて思っております。いやー11時間か、いやいやめちゃくちゃ面白くて本当にねやめ時はなかった。最初にまずざっくり何が面白いのかって感じてるかというと、戦闘と探索と育成、それらがめちゃくちゃうまく絡んでいて、全てのゲームプレイに意味があるものになってるんですよね。これゆえにやめ時なし。今回のファイナルファンタジー7リバースは、まあ、もちろんメインストーリーでもなんかボリュームのあるストーリー見せてくれるとは思うんですけれども、おそらくそれ以上にゲームプレイに集中できる部分が非常にたくさん用意されてるんだと思われます。それを最初のエリアだけでもめちゃくちゃ痛感してしまいました。そして面白いなと感じているのはそこだけじゃないんですよ。作り込みが半端ないです。めちゃくちゃ作り込まれておりますね。そしてそんな作り込まれた世界でめちゃくちゃ楽しいゲームプレイを大好きなキャラクターたちでできるって、こんなもん楽しいに決まってますよね。まあ、大好きなキャラクターたちでプレイできるっていうところがかなり大きいかなとは思うんですが、これ例えばですけれども、ファイナルファンタジー7のオリジナル版をプレイしていなくて、クラウド、エアリス、ティファといったキャラクターたちにまだ愛着がなかったとしても OK だと思っております。日本のゲームなので物語とか会話とかがとにかくすんごく分かりやすくてスッと入ってきやすいんですよね。ストーリー展開的にちょっと謎みたいなところが結構あるので、そういったところはシリーズ経験者かどうかとか関係なく謎の部分は謎の部分のままなので、基本的にキャラクターをめぐるストーリーの展開っていうところは非常に分かりやすく魅力的です。この作品で好きになるっていうので全然大丈夫だと思います。いやっていうか本当にね、作り込みほんとすごいですよ。最初の街カームなんですけど、ここオリジナル版だともう本当にただ通り過ぎるだけの街なんですが、めっちゃくちゃ半端なく作られてるんですよね。広くて最初迷っちゃいましたもんね。迷っただけじゃなくて本当に人もたくさんいて賑わってますよね。でね、これ人々がねすっごい喋ってるんです。で会話の内容とかも物語に準ずるものを話してますので、ついついちょっと聞き入ってしまったりもしますし、まあ、全然関係ない話とかしてるんですけど、その話の内容もちょっと面白くって聞いちゃうんですよね。まあ、昔の RPG だとね、街にいる人たち一人一人に話しかけてみたいなところが、そういったところで表現されてるんだと思うんですよ。ファイナルファンタジー7リメイクの時もそうだったんですけれども、世界設定かなりめちゃくちゃ詰めて作られてるゲームだと思いますので、そういった細かい部分の表現っていうところが自然に行われてるので、楽しくゲームの情報を得ていくことができるんですよね。この街だけでもね、すっごい時間遊べます。というか、この街を中心とした探索で11時間経過した私がいるわけですが、それにしてもこのゲーム、戦闘がめちゃくちゃ面白いです。前作ファイナルファンタジー7リメイクの時もかなり面白かったんですけれども、正直圧倒的に今回の方が面白くなってますね。戦闘が3段階ぐらい正当進化しちゃってます。飛び級ですよ、飛び級。いやだって探索ですっごいボリュームのあるゲームなのに戦闘もこんなに楽しいとか、かなり反則だと思うんですけれども、オープンワールドの中で戦闘一番楽しいまであるかもしれません。ご存知の方も多いかもしれませんが、戦闘はまあ前作をベースとしたアクションとターン制が融合したようなバトルになってるんですよね。敵に攻撃を当てていくんですが、まあ、俗に言う戦うのコマンドではさほどダメージが通らず、戦うのコマンドを繰り返すことで
ATB ゲージを貯めて、溜まったゲージを使用して魔法やアビリティを使うんですよね。まあ、要は必殺技的なものたちですよね。ただ今作からですね、用意されている連携アクションっていう新しいこの要素がすっごいいいです。前作ではね、この ATB ゲージ貯めるのに、例えば一人のキャラのゲージを貯めたら次のキャラに切り替えてまた新たにゲージを貯めていくっていう感じだったんですけど、今回連携アクションを使えば二人同時にゲージ貯まりますからね。なんていうかね、戦闘のもどかしさがかなりそれだけでも減ってるんですよね。そしてこの連携アクションにはほんと様々な種類がありまして、隙があるけれども強い攻撃とか、隙が少なくて連続で出せる攻撃とか、なんならカウンターみたいな技もあったりして、ゲージが溜まるまでの間もテクニカルなプレイが可能になってるんですよね。いやこれね、種類もすごく多いのでいろいろ試したくなってきます。でさっき敵に戦うではダメージが通りませんって言いましたけれども、なので敵をバーストっていうダウン状態に持っていく必要があるんですが、これね、敵がダウンしやすくなる条件みたいなのが様々にありまして、結構多くの敵が弱点の魔法で攻撃するっていう場合が多いんですよ。でね、魔法って MP 消費するじゃないですか。だからなんか渋っちゃう時とかありますよね。もしくは出したくても出せない時みたいなこともあるじゃないですか。だけど今回 MP を消費しない属性技っていうのが用意されてるんですよね。これはキャラクターの成長で用意されてる要素なんですけれども、魔法以外でも属性を当てることができるようになってるんですよね。キャラクターによってその属性がちょっと変わってきたりもしますので、それぞれのキャラクターに出番が出てくるような仕様にはなってるんですけれども、まあ、それはそれとして置いといて、私はこの MP を消費しなくても良くなるっていう要素がめちゃくちゃ大きいなと感じてます。より積極的に敵の弱点をついていけますし、まあ、もともとねゲームの戦闘システム的に積極的に敵の弱点をつく必要があるんですけれども、なんかプレイヤー心理的に渋っちゃうところがあるじゃないですか。それを解消してくれてるっていうところがすごい良いなと思ってます。そしてそれだけじゃないんですよね。今回連携アビリティっていうのもありまして、なんかさっきの連携アクションと混同しちゃいそうになるんでややこしいかもしれませんけれども、2人で出す大技みたいなのがありまして、この2人で出す大技っていうのはこの ATB ゲージを特定回数使用することで使えるようになるんですよね。これね、魔法と同じで ATB ゲージ溜まったけれどもいい場面までちょっと取っておこうかなとかって温存しちゃったり渋っちゃったりするんですよ。だけど今作では使えば使うほどより強力なチェインアビリティが使えるようになりますので、何かを渋ったりする必要がないバトルなんですよ。より積極的に果敢に攻めていけるバトルになってるんですよね。あとは言っても攻撃ボタンポチポチ押しまくってたり、敵の状況を見ずにアビリティを打とうとすると、まあ、敵の攻撃で潰されちゃったりしますので、まあ、そこはしっかりターン制になっていて、時には避けたりガードしたりも必要なんですが、今作ガードもパワーアップしてますよね。まあ、ガードにまつわるマテリアが用意されてたりするっていうだけではなくて、ジャストガードなんかも用意されていて、このジャストガードの難易度が絶妙で結構できるんですよ。敵の行動をしっかり見極めることでうまく戦えなかったものが急にうまく戦えるようになるっていう、すごいなんか絶妙な難易度のバトルになっているんですが、それをものすごく進化してきたなと思ってちょっと私興奮しております。あと今回マテリアでオート魔法とかオート固有アビリティっていうのがあるので、操作してないキャラクターが勝手に魔法とかアビリティ使ってくれるようにもなってくれるんですよね。なので一人のキャラクターに集中して戦うこともできますが、まあでも強敵と戦うときはその辺のマテリア結構厳しいかなって今のところ思ってるんですけれども、でもこれ研究進んだらその辺のマテリア使ってもすごい強くなるかもしれませんよね。いやこれまだまだ深いところまでね研究が行く可能性のあるバトルだと思ってます。システムがねかなり面白いですからね、このゲームのバトルは。そしてね、私がなんだかんだで11時間溶かしてしまった探索、これがめっちゃくちゃ面白いです。しかもここ育成に絡んでますから、育成に絡んでるっていうことはバトルとも密接な関係があるっていうことになりますからね、もう全部が絡み合っててマジでいいです。でじゃあ何がどう絡んでるのかって言いますと、まずね、様々な探索だとかサイドクエストを受けていくとパーティーレベルっていうのがあって、それが上がっていくんですよね。でこのパーティーレベルって上がったら何かいいことあるのかなっていうところなんですが、これかなり重要で、各キャラクターのあのスキルツリーがあるんですけど、これ新しいコアを解放するのにパーティーレベルっていうのが必要になるんですよね。でこのキャラクターのスキルツリーはステータスアップとかだけじゃなくて、さっきもちょっと話しましたけど、属性攻撃のアビリティだとか
めちゃくちゃ重要なものがあるんですよ。なのでパーティーレベルを上げることっていうのはキャラクターたちが強くなるきっかけでもあるんですよね。これなんかストーリー進めるだけでもパーティーレベル上がったりするみたいなんですけれども、まあ、探索とかでそういったところを上げておくと早く強くなりますよね。ボスとか楽になっちゃったりするかもしれませんね。でそれだけじゃなくて探索の細かい要素一つ一つがそれぞれ絡み合ってたりもするんですよね。例えばですね、チョコボで近辺を探索して、まあ、ホレホレチョコボみたいな感じにアイテムを探していくお宝探しみたいなものがあるんですけど、これね一見するとちょっとめんどくさそうなね要素かなって思うかもしれませんが、これ手に入るものが装備品のクラフトレシピだったりするんですよね。かなり重要じゃないですかね。装備品はね防御力とかが上がるだけではなくて、マテリアを装着できる個数とかにもね変化がありますので、キャラクターの能力にかなり大きく関係してきますよね。ね、もしこの要素でアイテムの素材しか手に入らないとかだったらちょっと後回しにしちゃおうかなとか思っちゃうかもしれませんけど、これ絶妙に大事なもの取らせてくるんですよね。これがまたね、じゃあこれでレシピが手に入ったからクラフトしようかなと思っても素材がなきゃクラフトできないですよね。そこでライフスポットっていうところを探す要素もあったりします。そこに行くとですね、なんか土地の理解が深まると言いますか、まあ、レポートが解放されてそのエリアにどんな歴史があるのかっていうのが分かるだけじゃなくてですね、その周りにアイテムめっちゃ落ちてるんですよね。これクラフトしやすくなりますよね、これね。まあクラフトアイテム自体はマップのその辺に落ちてたりお店で購入したりもできるんですけれども、まとめて取れるんならそれに越したことはないですよね。でキャラクター強くしようと思ったらやっぱりその新しい召喚マテリアとか欲しいですよね。そしたらチャドリーのバトルシミュレーターで召喚獣がいるからそれを倒せばいいんですけど、めっちゃ強いからね倒せません。全然そりゃ召喚獣だもん、簡単に倒せたら困りますよね。そこで召喚の祠っていうのを探して、まあ、クリスタルを見つけると召喚獣がね弱くなるんですよ。戦いやすくなります。ただ弱くなるだけじゃなくて強い状態の召喚獣と戦うっていう要素も残されてはいるんですけど、確か4段階かな、4段階まで強さを変化させることができますので、一番弱くしたらね結構あっさり勝てました。まあ後半行ったらそう簡単にはいかなくなるかもしれませんけれども、まあ、召喚のマテリアって結構ねやっぱり欲しくなるじゃないですか。装備するだけで能力のステータスアップとかもあったりしますからね、まあ、そういった要素がなんか無茶な戦闘とかだけではなくてしっかりと戦いやすくすることもできる、しかもそれが探索でなんていう風になってたりします。あとはマップに強敵がいたりね、まあもうほんとちょっとしたボスクラスなんじゃないかなっていう敵がいたりします。まあこれは普通にいたりするんじゃなくてマップの探索をしていくと判明して戦えるようになるっていう感じになっております。いや歯応えあって楽しいバトルが楽しめますよ。手に入るアイテムとかも結構意味のあるものだったり でそれ以外にもマップのあちこちにバトルレポートみたいなのがありまして、これもちょっと強い敵と戦ったりするんだけど勝利する時の条件とかも設定されてたりするんですよね。これ今ご覧いただいてるバトルが一番上から氷状態と炎状態の時それぞれヒートさせる、敵をバーストさせる、制限時間内に全ての敵を討伐するっていう3つのねタスクが用意されているエネミー討伐だったりするんですけれども、こういうのはねなかなか一発目から全部うまくはいかないんですよね。これもなんとか倒すことはできたんですけれども、その状態の時にヒートさせるっていうのは失敗していて一つねタスクが残っちゃってるんですよ。で悔しいのでもう一回やるわけですよ。でこれね2回目とかそのどういうバトルなのかっていうのを理解すれば結構やれたりするんです。これはこのバトルもフルでそのまま見ちゃいましょうか、せっかくなので、まあ、キャラクターとかを変えて、まあ、うまくヒートさせますが、この氷状態と炎状態の時にヒートさせるには反対の属性の攻撃を当てる必要があるっていうので、いつでもブリザードもしくはファイヤーを使えるような状態にしておくといいのかなと思いまして、であとは敵のねエフェクトよく注意しながら見てちゃんとヒート入ってるかどうかとかっていうところもね確認しつつ、全ての敵にそれをやっていくとこれあっという間に倒せるんだよね。1戦目って結構苦戦してたんだけど弱点つくと途端に敵柔らかくなるっていうところがなんかやたら気持ちよさを感じるんだよねこのゲーム。このバトルのねなんかそのちょっ
と別角度にある爽快感っていうのやみつきですね。ほらすごい一気に減るじゃないですか。でもう倒せてたりするんですよ、敵一体が。でこれもしちょっとでも敵の弱点をつくのをサボったりすると、なんかあと一息だから戦うで押し切っちゃおうとかって思うと、急にねそのうまくいかなくなったりするんですよ。最後までその全力を尽くして倒すバトル、これが気持ちいいんですよね。2回目はあっさりクリア。今ね言った内容以外にも本当にたくさんの種類の探索要素がマップのあちこちに点在してるんですよね。まあ、タワーを解放するとどこにそれらがあるかっていうのが分かるようになっていくんですけれども、まあ、それらの要素を潰していく、まあ、マップ上のアイコン要素を潰していくと、今度ね最終的にチャドリーが新しいマテリアの開発をしてくれるんですよね。いやマテリアは重要ですよ。ほら魔法使いたいのに魔法のマテリアが全然足りないとかなったら戦いにくくなるじゃないですか。だから全部の探索要素が細かく絡み合ってて、なんかね無駄だなって思うものが今のところほとんどないんですよね。まああえて言うとこの崖をよじ登るやつぐらいかな、これ無駄だなって思うのって。まあ、ここだけはエルデンリングみたくなんか一気に登ったり一気に降りたりねさせてくれた方がよかった。あれ、あいやごめん、これ無駄じゃない、あれ無駄じゃないかもしれないですね、これごめん無駄じゃないかもしれない。まあ、そんなねワールドの探索なんだけど、これ最初のエリアだけでもめっちゃ広いです。めちゃくちゃ広い。まあ、でもなんか探索要素とか意味があったり楽しかったりするので、なんかねついつい隅々まで行きたくなっちゃいます。でね、ここなんかあるんじゃないの、いや何もないんかーいみたいなことがまあまああったんですが、実はね何もないんじゃなくて、それ後から来ます。後からなんかあるパターン。いやそんな感じでね探索がめちゃくちゃ楽しいです。もうなんだろう、 BGM もファイナルファンタジーのね素晴らしい BGM がかかってるから退屈しないですしね。でキャラクターたちが魅力ありますし、でもって戦闘も楽しいから、いや本当にね探索全然退屈しないんですよね。あ遠くのあの場所行くのめんどくさいなって思うことあんまりなくって、まあ景色自体はそんなにすごい変わり映えのあるところがガンガンあるっていう感じではないです。あの一つのエリアに関してはいくつかのエリアがあるので、まあ、それぞれの個性をそれぞれのエリアが担っているって感じになるので、同じ同一エリア内でえらく景色変わるなってことはないかなって思ってたんですけど、ありまして、あるんですよ全然景色変わるんですよね。まあ、とにかくですね、最初の11時間探索要素で退屈することはほぼありませんでして、まあ、じっくり遊んじゃったなっていう感じがあります。まあ、探索はさておき、これね街の人たちから受けるサイドクエストもあるんですよ。これ探索とは別ですからね、これねマジかよと思って。だけどね時折探索要素と絡み合ってたりするんですよね。そこが憎いところなんですよ。なんか全部こなそうと思ったらうまくバランスを持ってやるしかないみたいな感じになっていて、だから見事にねいろんなことが融合してますよね。それこそ最初に話を戻すと、戦闘、育成、探索、これらが全部絡み合ったゲームプレイとなっているっていう感じです。あとですね、クイーンズブラッドっていうカードゲームも用意されていて、これもめちゃ面白いです。ゲーム内にカードゲームが用意されているものって、まあ、結構あったりしますけど、あれ元祖って何なんだろうね。元祖ってファイナルファンタジー8なのかな。ただね、私が今プレイしている段階では、なんかその街行く人々誰にでもカードバトルを挑めるっていう感じではなくて、挑める人にはアイコンがついてるみたいな感じで、すごいたくさんの人数っていうわけではなさそうです。今のところね、中盤後半に行くともっと一気に増えてくる可能性は十分あるかなと思うんですけれども、確か8とか9ってほとんどの人たちにバトル挑めましたよね。まあ、なんかそんな感じっぽくはなってないんですけれども、まあ、ちょっと先のことなのでその辺はわからないですが、カードゲームも面白いです。でここまでね、私が楽しいなと思った部分をお話ししたのは全部ゲームプレイ部分なんですよ。要はメインストーリーを味わうストーリー部分っていうところを省いてるのにもかかわらず、これだけ面白い要素があるってちょっとすごすぎませんかね。これにさらに魅力的なファイナルファンタジー7の物語が加わってくるんですよ。こんなんすごすぎるわと思いまして、いや正直ね、昨日まあ2月29日に日付が変わった夜12時の瞬間から私のねチャンネルの動画視聴数がぐっと減ったんですよ。
通常の半分ぐらいになってて、みんな FF7 リバース遊んでんだと思ってちょっと興奮しちゃいましたもんね。今までどんな人気ゲームが発売されたところでそこまで露骨にチャンネルの視聴数減ることなかったんですけれども、これものすごいパワー持ってるなこのゲームってちょっと思っちゃいました。さあ皆さん、ファイナルファンタジー7リバースを遊びましょう。私も遊びます。これね、みんなで一緒に楽しんで、ただねストーリーのネタバレだけ絶対に気をつけて、これね寄り道が多くてボリュームが膨大だから、ストーリーの結末までなかなかひょっとしたらたどり着けないかもしれない。でそういった中でなんかそのネタバレとかってなっちゃったりすると本当にちょっとねショックなところもあるなって私も今ねすごく感じておりますので、まあ、そういったところだけねそれぞれみんな気を使い合ってね、気をつけつつね、でそれでいながらもみんなで楽しいなって思えるゲームプレイを共有し合う、これはねすごくいいんじゃないかなと思っております。さあみんなでファイナルファンタジー7リバースで楽しみましょう。ぜひね、この動画が迷ってる方のね、ちょっとでも参考になればななんて祈っております。というわけで今日の動画はここまで。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃねん。 FF7 リバースずっと遊びたいからしばらく動画失踪しちゃおうかなって思っちゃうもんね。